大谷が初先発をいたしましたゲームです。その1回の立ち上がり、ミレッチへの初球ボールになりましたが152キロを計測しました。今日は最高157がありましたね。ありましたね。そしてこのピッチャーへの内野安打、ミレッチがランナーとして出ます。まあ、フィールディングもなかなかうまい大谷ですが、ただ岩村のこの辺り三塁ランナーを見て投げたんですが、ここアブレイユよく見てましたよね。よく見てました。はい、まあ、内野手が大きな声出したと思うんですけどね、はい、びっくりして投げない選手もいますから、うん、ですよね、はい、1回0点です。2回のバレンティン、空振り三振でプロ初奪三振です大谷。しかしこの後2アウト1塁2塁から8番の中村に左中間にスリーベースを打たれて2点を失いました。初失点、まあ、これもプロの洗礼でしょうか。そうですね。ただ2回の裏2アウト1塁2塁で鶴岡です。これはうまく打ちましたね、はい、この鶴岡のタイムリー、大引きがホームに帰ってきて1点を返して2対1と1点差。そして大谷は5回もマウンドに上がりました。ランナー2人出して厳しい場面、バレンティン、ショートライナー、ランナー戻れず、抜けてたら試合はもう大きく変わってましたからね。そうですよね、はい、でもこういうところにも大谷投手月もありましたね。ありましたね。さあ7回の裏です。2アウト3塁、チャンスを作って金子誠、しかし外から入ってくるスライダーにセンターフライに倒れました。さあそして8回の表に1点取られるんですが、2点差になったところで8回の裏、この中田翔の一発、ライトスタンドに同点の第12号ツーランホームラン。素晴らしい4番の仕事ですよ。起死回生の一発、この大谷の喜びが分かりますよね、はい、顔色ガラッと変わりましたからね。これで大谷の負けを消しました中田翔です。さあそして9回の裏にはサヨナラのチャンス、2アウト1塁、ピッチャー石山でしたがホフパワー三振で、ファイターズは今シーズン初の延長戦突入です。そして増井も2イニング投げて12回の表2アウト満塁、武田久志、最後は川島にこれアウトローね、はい、見事でした ね、 したね。満塁のピンチしのぎました。そして12回の裏、山本もいいピッチングをしました。最後陽大館サードゴロに打ち取られてしまいまして、これで3対3、引き分けと今日のゲームなりました。